みんなの友達ハイチーズの友達担当高村風太です。いや上野正明です。そして今回ゲストをですねお迎えしております。何この始まり方。いつかやりたかったの。なんかそういうのを作りたいの。初めて急な始まり。そんなことする。そんなこと言う。僕の友達が今日いるんですよね。友達自己紹介お願いします。はいどうもジョノチャンネルのジョノチです。うっせぇお前の名前はさジョノチじゃないだろ。お前の本名知ってんだぞ俺は。出してないんだっけ本名。出してない。なんで出さないの。出す人だね。こいつのさ友達、僕の友達なんですけど、このインフルエンサーのジョーの時間、顎が長いで有名な、TikTok とかで見たことある人いるのかな。めちゃめちゃ TikTok、YouTube、あのアウトデラックスとか出られてますからね。そうこいつさ俺より先に地上波で来たんだよ。びっくりしたよね。あれ年末でしたっけ。年末アウトデラックスの年末の特番で、いやまさか俺より先にテレビで歌うのがこいつだとは思わなかった。恵まれてたんだよね。びっくりで城之内なんですけど、友達なんだよねここ二人は。そういつからここ生まれた星が一緒なんですよ。いや同じ星から来たんだよ ね青い星から。そうピポパ星って言うんですよ。ピポパ星の西の方に住んでて、俺は北の方に住んでんだけど。あそうなの。二人とも。そうそう。中学からって言ってないじゃない自分で。え中学から。高校だよ。あ、高校からピポパ生のピポパ高校。あ、高校、あ、ピポパ高校から一緒なの。そうでもお互い別に音楽の道、インフルエンサーの道ってわけじゃなかったの。インフルエンサーの道というか、なんか気づいたらでしょ。ノリでやってたらなんかこうなっちゃった。そう。あ、ノリでやってたら。そう。へー。まあ、ここのね、まあ、ビジュアルを調べていただければわかるんですけど、強烈なね。ラジオで伝わんねえんだよな。確かにね。そうなんだよ。ずっとってこと。いや、なんか小学校の時に、あんま身長伸ばしたいなと思って。身長伸ばしたい。そう、うん、で、牛乳めっちゃ飲んだんですよ。牛乳をめちゃ、うん、そう。そしたらなんか、あんま身長伸びずに顎だけ伸びて。カルシウムが全部顎にいっちゃったんだ。これ高校の時もね、牛乳飲めないから、だいたい上のうちに牛乳あげて。ちょっと待って、待って。そういうの多そうで、風太なんか高校時代とか、食べれないものとか友達にあげてるタイプでしょ。俺のもの食べれないもん多かったな。本当に食べれないっけ。こいつなんかでも靴箱からあのご飯にかける、タイ味噌っていうのがあって。何それ。あの、ご飯。カフェテリアでご飯食べるのよ。そう。で、飽きるから、あの、タイ味噌っていう調味料を持ってこようと思って、うん、でそれを靴箱にいつも入れてんだよ。だから食べたくないんだよ。通り道はさ、そこらじゃないのよ。だから入り口に靴箱あって、その寮に入る手前にカフェテリアがあるから、そこでご飯を食べるときに通り道が通り道だから、そこしかないなと思って。タイ味噌入れてるんだけどさ、それをいつも持ってくんだよ。うわ、靴箱からタイ味噌持ってきてご飯食べたいなこいつっていう。それで食べてた。誰ももらいやしないそのタイ味噌。いやあげねえよ別に。いやもらいたくねえ。で、今は本当に主に TikTok とか、そう、YouTube。YouTube。そう。で、ずーっと、だほぼタレントさん。タレントいや、タレントさんですよ。タレントさんってことですよ。もう大御所ですからね、もう。大御所ね。TikTok のフォロワーなんてもう30万人。30万人 !30 万人。もうこいつの友達ね、誰一人として本名がいないのよ。確かに。びっくりするよ。え、城之内くんっていう本名じゃない。違うよ。違う。本名それは絶対に使えない。それは絶対に P だけど。いるな。全員ハンドルネームなの。そうっす。なんか周りの人間みんなそのそういう系の人だばっかだから、なんか誰も。じゃあ結構友達みんな表舞台立ってる人がほとんど。なんかそういうの集まっちゃって、Twitter とか。不思議な。え、同窓会とかはどう。やったことないけどね。まああったとしても行けないよな。まあ、星が遠いからな。ピポパ星までちょっと遠いんだよ。帰れねえのか。そう、ピポパ星はちょっと。ウルトラマンみたいな話だな。うん、すごいな、なんか俺、変な関係だね。なんか、だってさ、ずっと聞いてたんですよ。バンドを組んだ時に、その僕が、ちょっとだけね、顎が長いとか、ちょっといじられてて、その時に風太くんが、いやいや、俺友達なんて、舐めんなよと。だからそう、こっちの上野くんは顎長いキャラでいじられてたんだけど、そう、すごいいじられてた。俺からしたらさ、城之内がいてさ、ね、微塵も長くない。そうだよね。何も面白くないわけ。そうだよね、そうなるよね。そうそう、上を知っちゃってるから。そう、全然面白くない、この伸び方してるから。だからもっと面白いやつがいるよってなって、その時写真見せてもらって、多分その時まで YouTube とか上げる前とかだったんじゃないかな。上げる前、19年とかだから、ね、その時に、お、本当だっつってみんなメンバー入ってるとか言ってて、そしたら YouTube がね、そう、初めて TikTok もやって、すごいね。別の動画あれだからね、テロップなかったらマジで何て言ってるか分かんないから。
俺の編集しないから分かんないもん。ラジオとか不向き、え、超不向きよ。だからそう、高校の時はマジで俺ほんと仲良かったから、俺ほんとに通訳してたよ。そう、滑舌が、そう、普通に喋っててなんかみんな打った時に吹いたら、ああ、これこれこれはこう言った。あ、失礼。いや、恥ずかしい。あの P の口を城之内はこう言いたいんだよっていう、俺だったら戸田マツコよ、いわゆるトム・クルーズで。あ、通訳してくれてるんだ。こいつがトム・クルーズの俺と戸田マツコ。かっこいいな、二人の関係。でもちょっと時間が空くと、マジであの半年ぶりぐらいに会うと、ちょっと何言ってるかマジで分かんなくなる。ね、慣れが必要だから。そう、マジで慣れが必要。慣れたら何言ってるか分かるけど。ああ、それまではそうか、テロップないと本当分かんないですか。そう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 。え、東京来て二人は遊ぶん結構。たまにね。たまに遊ぶかな。博多つけたりとかしてる。博多の付き合いとかしてる、ね。ここつけられてる博多。え？博多つける？なんで腕に博多ついてる？博多付き合いっこしない？どういうこと？噛む？基本でしょやっぱり。ピポパ製では一番早い。噛まれた大丈夫。やばっ。聞いてたか。いやいや、どんなに噛んでるの？しかも2ヶ月ぐらい前に傷がまだ消えてない。いや、3年3ヶ月。そんな前？うん。ほぼタトゥーよ、タトゥー。めちゃめちゃ噛まれ、え、城之内くんもじゃあ風太くん噛む？だから俺が先に噛んで、うん、でももっと強く噛めよ。いや、意味が噛まさねえ、噛まさねえ、もっと強く噛めるだろう。どういう傷の確かめ合いだろ、それは。いや、違う、仲いいんだよね、二人ともね。仲いい、仲いい。あ、そうなんだ。じゃあそろそろ行きましょうか。はいはいはい。それでは参りましょう。ハイチーズのフォトキャスト。Don't you cry, show me your smile. Don't you cry, show me your smile. Don't you cry, show me your smile. Let's sing with high cheese.このポッドキャストはメンバー全員がボーカルを務めるバンド、みんなの友達ハイチーズが毎週金曜日に配信するトークバラエティ。番組ではリスナーからのメッセージを Google フォームにより募集しております。メッセージが採用された方の中から抽選で番組ノベリティグッズ金 2g をプレゼントしております。当選者は番組最後にお知らせしますので、最後までお聞きください。金曜日に配信しているよ、ハイチーズのポッドキャスト。普通のお便り、普通おた。ラジオネームルカさん、本日届いております。頻繁ではないですが、ライブにお邪魔して楽しませていただいております。サカスプ名古屋ですね。名古屋のサーキットフェスの際に物販でフータ君にワンマンおいでよって言われたので行きます。フータ君覚えてるかな。覚えてますよ。あ、覚えてる。そうそうそう、覚えてますよ。名古屋でライブした時にそんなことがあった。多分ね、確かね、女の子がね、男の子だったと思う。でも、いやいや、もう覚えてないじゃん、もう2着だろ。覚えてないよ、2分の1覚えてないじゃん。確かに女の子か男の子だったんだよ、ルカさんは。あれ、でも城之内くん見に来てくださったことある。え、なんとかワンマン来たし。あ、そっか、一回ファーストワンマンも来てくださったし。そう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 、あの、これの対バンライブ。そう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 。あと、ね、俺、城之内のためにライブしてるみたいなもんだ、ね、え、そうなの。そうだよ、知らない。初めて知った。俺の曲は全部城之内に向けて書いた曲。あ、そうなの。そうよ、親愛なる投票。そうそうそう。あ、そうなんだ。そうだよ。城之内くん、どう、ハイチーズのライブとか。めちゃめちゃ楽しい。あ、ライブとか普段行かる。ライブなんかめちゃめちゃいろいろ行ってるよ。来てる来てる来てる、うん、こいつはマジフッカルだからさ。そっか、でもそれが取り柄で TikTok とか YouTube とかもじゃあパッと撮ろうって。本当になんか撮ろうかと思ったらパッと撮って出してみたいな。それがどんどん跳ねてっていくね。普段どういう音楽聴かれるの。アイドルとか、うん、あ、アイドル好きなんだ。そう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 。ピッポパセで一緒だった頃は2人で電波組とかよく聴いてたよ、ね、あ、電波組やっと届いた。ピッポパセで流行ってたんですよ。めっちゃ入ってた。めっちゃ流行ってた。あ、そうなんだ、電波組。そう、素晴らしいよね。素晴らしい。電波組のライブとか未だに。電波組メンバーがね、メンバーが変わったから。あ、そうね。そっかそっか。その時のメンバーが特に好きで。で、僕は地下アイドルとか好きだから。今は地下アイドル。そう、近すぎて誰に話しても誰もわかんないから、あんまり話して盛り上がらない。ちなみにちょっと一組だけ誰か。まあ有名人とかやったらサイバー。サイバーさん、もう解散したけど。イチゴリナファーム知らない。サイバーの何。イチゴリナファーム知らない。いや、ごめん、ちょっと勉強不足で申し訳ないですけど。こいつはね、呪われてるからね。そう、マジでこいつが推したアイドルは解散するか、決めてるか、やめるっていう。そうダメじゃん。マジで気をつけろ、こいつに押されたら終わりよ。マジで本当に半年か5年ぐらいやめたもんな。でもそれは別に何気なく好きになったアイドルの方なわけで。でライブ見に行って、うん、おおってなったら解散発表します、うん、ええー、みたいな。だから推しは押せるときに押せ押せ。いや、確かに確かに。そうそう、ね、いつ辞めちゃうか分かんないし、ね、解散するか分かんないし。
マジライブね、ほんと行った方がいい、ほんとに。ライブはマジで行った方がいい、ね、そっか、うん、行けるうちに行っといた方がいい。今このコロナでオンラインライブになっちゃってせいで、うんうんうん、ライブに行く筋力がこうないというか、確かに、うん、まあ、家で行っかみたいな人が多いらしくて、うんうん、筋力、そう、足を運ぼうとする筋力っていう、そのなんだろう力がなんかこう驚いて、なんつったらいいんだろうね、モチベーション、モチベーション、うん、なんか今もう普通の会社の会議も集まってやる筋力がもうなくなっちゃってるみたいなのと一緒で、うん、ライブもね通わない人も結構ヒゲ生えててダーティーね、上のありがとう、なんかそれ忘れただけなのに、え、そっちの方がいいよ、え、本当になんかすごいいい感じでうさんくさいよちょっとヒゲが、ね、今日生えちゃってる、いいと思うよ、あ、本当に、うん、ちょっと恥ずかしいんですけど、なんで、え、でもさ、もう26だしさ、うん、そろそろヒゲとか生やし始めてもいい、本当ダンディロさんいいじゃん、じゃあもう城之内くん的には僕どういうルックスにした方がいいか、そう、城之内プロデュース、そうそうそう、だったらどうしたらいい、第三者どこどうしたらいいと思う、黒髪にする、ね、あ、やっぱ髪、うん、黒髪、確かに黒の方が、そう、なんか黒のイメージあったから、あー、そうそうそう、なるほど、うん、じゃあ黒の方が良かったかも、ジョノウチ君まだ見慣れてないだけかもしれないけど、いや、でも黒の方がいいと思う、あ、ほ、うんと、うん、あ、じゃあもう黒にしますでもマジで黒でヒゲ生やしてる方がいいと思う、ほ、うんとになんか嘘、うさくさくない、でもさ、そのヒゲ生えてくると自分のキャラクターも変わりそうじゃない、うん、あ、じゃあさ、決めた、決めようよ、ワンマンまでヒゲ剃らない企画、いや、おるそうだろそれはやばすぎるよ、整えてもいいけど、うん、ワンマンヒゲ面で出ようよ、嘘でしょ、だって爽やかなのはもうさ、いいじゃん爽やかにしようと思ってしてるわけじゃない、いや、ヒゲ生やしても爽やかだから絶対、あ、その汚らしい感じにならないよね、うん、だってちょっとやってみる、挑戦的に、もう全然話違うよ、ライブの時、まあでもワンマンね、ワンマンね、ワンマン11月の来てくれるからね、いつだっけ、11月13日ね、3日らしいですね、その時ヒゲが生えてるかもしれないから、ルカさんらしいですまあ城之内くんもいるので、ぜひね、ルカさん城之内見かけたら話しかけてください、あ、本当ですね、はい、続いてラジオネーム青緑さん、番組内でやってほしいコーナーは、うん、ハイチーズの音楽教室です、音楽用語よく最近聞く A メロ B メロ落ちサビなどや、音楽理論をハイチーズさんの楽曲を使って解説したら分かりやすいのではない、こいつ天才じゃない、マジでいいじゃん、もう君は今日から構成作家だあ、本当？マジでこれ天才だと思う、ハイチーズの音楽教室でもよくあのカンジャムとか流行って、うん、見ます、たまに見る、あ、最近何聞いてんの、聞いてんの、うん、最近ニュージーンズ K-POP の、おお、へえ、聞いてる、あとデコニーナ、あ、デコニーナ、デコニーナ、でもどうぞ、音楽理論とかってバーって言われて分かる、なんか話せれるからなんか自然に覚えちゃう、説明するよ、そっか、もう風太くんは話してんのか、城之内くんに、この曲ここの食いがかっこいいんだよって、で食わなかったらこうなるんだよみたいな話をするわけよ、なるほどね、じゃあ慣れてるんだ、なんとなく聞いてるから分かるけど、うんうんうん、でも結構面白いな、そういう話、確かに、聞くのも裏側の話、うん、やりましょう、この間あのオレンジ色の憎いあんたっていう新曲を YouTube だけではいはいはい、出したんですけど、それもねアレンジ風太くんだったりして、うんうんうん、アレンジは大体僕が言いますけど、うん、はい、どうなんで、はい、アレンジさ結構時間かかる、1日で終わっちゃう時もある、うん、まあ、物によるかな、まあ物によるのか、うん、その日のテンションとか体調とかさ、株価の変動とかさそれは関係ないから、マジ編曲はダウ平均株価に影響してますからね、ちょっとアイディアが、誰か突っ込んでくれ、俺ボケっぱなしだぞ今週マジで、誰もピポパ制について突っ込んでやしてないんだよマジで、この音楽教室は面白そうですね、うん、なんか一回やってみてもいい気がするね、そうですね、実践しながらあのライブジャッジでさ3分クッキングみたいな、10分な10分10分クッキングね、そうそうそう、あ、まあ、ありだと思う、解説しながら作ったりとか、うん、いいんじゃないと思う、確かにね、これ今度やってみましょうか、ありがとうございました、ハイチーズのフォトキャスト、これ自分で言うのかい、これ自分で言います、これ君のボケだよね、いやでも自分で言ってみました、なんで君のボケをさ僕が言うわけ、いやいや自分でトレンド紹介バックトゥーザフータ笑ってくれよ何1回目だけだね、これ受けるの、音楽、映画、ドラマ、漫画などあらゆるカルチャーに興味がある高村風太、これ自分で言うの、リスナーの方から送られてきた最新のトレンドやニュースを紹介して高村風太がどれぐらい興味を持ったのか100点満点で採点してもらうコーナーです、自分の仕切りだと大変だね、そうだよ、自分のコーナーでさ、ね、自分でやるの仕切り大変だね、ラジオネームおじいじさん、冬に向けてブックサンタというイベントがあるそうです、本を買って全国の子どもたちに本を送る取り組みだそうです、はあ、本とか読みますか最近、そうなんだよ、僕たまに読む、あ、読む、最近買ってもらった本があって、買ってもらった、そう、もっと
なんかね、ちょっと硬い本で、うん、そう、本は大体硬い、ね、小説？いや、なんか専門書みたいな、なんかあ、新書ね、新書、そう、ミスズ書房の、え、ミスズ書房の、あ、ミスズ書房の、せせせせせせせ、助かるわ、通訳で、うん、なんかね、そういう、今なんかそういうフェイクニュースとかデマとかさ、なんか信じてる人がいいんじゃん、フェイクニュースね、そうそうそう、フェイクニュース、ワクチンのやつとかさ、あ、なんで信じるのみたいな、そういう嘘情報みたいな、ホリエモンみたいなこと、そう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 、野菜は美味しい食べ物なんだよみたいなこと、誰かわかるこれそういうなんか今の世間の風刺というか、そう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 、みたいな本とか買ったりとかしてるけど、へえ、ワクチン打ったらね 5G につながりますからね、つながったら Wi-Fi 通ったらとかあったな、そんなニュース俺はもう3回打ったからさ、5の3乗よ、5の3乗はいくつ、125、125G率だからすごい、確かにそんなニュースあったな、それ読んだの、それはちょっと、ちょっと読んだ、ちょっと読んだ、うん、本当にちょっと読んだ、じゃあちょっとさ、その本で一番響いたフレーズ、響いたフレーズ、うん、でも写真撮ってんだよな写真撮ってるの、本を、だって写真撮る人いる、俺このフレーズいいなと思って写真撮ったからな、ちょっと言って、まずそれ死にするから俺、専門知はもういらないのかっていう本で、うん、もう一回言って、何ですか、専門知はもういらないのか、ほう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 、いや、そういうさ、なんかその専門家のさ、意見をさ、その否定することで自分を表現する人がいるみたいな、あ、ツイッターね、そう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 、について細かく書いてあって、うわ、いるわと思いながら、いるよね、クリエイター気取りのさ、よくわかんないおっさんの自分語りみたいなやつでしょ、うん、何だそういう人、誰だ誰だ、まあ、トゲがあるけど、でもまあわかるよ、反面教師ですからね、いや、そうなんだよ、そうなんだよね、未来の俺らかもしれないしね、そう、未来の俺らそうなんだよね、うん、もしかしたら自分たちがそれやってる可能性もあるから ね、うん、そうよ、確かに、でもやっぱインフルエンサーだから結構気をつけてます、そういうツイッターとか TikTok の配信する、あとなんかあんまりリツイートしないツイート、他のツイートどんな感じ、ハケみたいになっちゃうから、え10年後とかにさ、いや、もし仮にだよ、このラジオで問題発言をしたとするじゃん、もし20年後にこの人がさ、政治家になろうとしててさ、掘り返されたら、そう、掘り返されたら大変だ、そしたら逆にすごい人ね、オタクとして、あ、オタク初の総理大臣みたいなこと、いやいやいや、その発言そこまでさ、知ってるとそうださ、そんだけ情の内オタってこと、そうそうそう、あ、ファ、ファン、そうそうそうだよね、ね、え、オタク、オタク初の総理大臣目指さない、出馬しない、国が悪いわ押せるときに押せっていうポスターで、マニフェストね、マニフェストかっこいいな、押せるときに押せ、あ、いいね、俺その隣であの演説の解説してあげるからあ、補通訳ね、補通訳、うん、そんなこと言って、ブックサンタってイベントだってね、だから子供たちに本を送ることでまだ子供たちは幸せだし、うん、なんか小さい頃に読んだ本で印象に残ってる本とかあります、うわ、絵本とかじゃない、100回生きた猫、100万回生きた猫か、そう、あれとか残るよね、うん、あ、好きやわ、グリとグラとかね、グリとグラとかね、うわ、俺何も残ってないな、そう考えると本、え、何読んでたの、いや、本あんま読まなかったんだよね、で、上野くんさ、ハイチーズっていうか、ハイチーズの全身バンド組み立てみたいな時さ、うん、なんかさ、うん、リュックの中にさ、2冊ぐらいさ、うん、リーダーの心得みたいなおいおいおい、入ってたよね、やめなさい、恥ずかしいからちゃんと全部引いてあったよセルフマネージメントとはみたいなことを、そうそうそう、読んでた、いや、一応そう、真面目だな、ちゃんと真面目にね思ってたけど、真面目にバンドやろうと思ってリーダーの心みたいなの読んでたんですよそう、そういう時だけしか読まないかな、なるほどね、続いてラジオネームラルさん個人的に中村クラブという YouTuber が来てます、激アツです、ファイヤー、何の情報もない中村クラブ、わかんない、はじめちょっと知らなかったですね、大丈夫、いかがわしくない、な、確かに中村クラブにハマっている、ちょっと調べてみましょう、 5.7 万人のコムドットとコラボしてる、へ、あ、へえ、ジョーノンちゃんどういうさ YouTuber が好きだ、そう、俺の好きな YouTuber、うん、よく見るやつとか、でも東海オンエア一番見てる、ああ、あれなんか唯一見るの東海オンエア、僕東海オンエアしか見ない、おお、やっぱこの世代は板橋であれだから YouTube 東海オンエアしか見ない、いや板橋でじゃあいいでしょ、それでも全然満足だけど俺は、あとゲーム実況とか、あー、ホラゲー、いや、スプラトゥーン、スプラトゥーンか、でもさ、スプラトゥーンとかって、うん、あれ人がやってる、いわゆるただの3分間の試合をずっと見て、うん、こう、勉強になるってこと、めちゃめちゃわかる、勉強に、あ、そうなんだ、まあ、最近さ、ずっとスプラトゥーンやってない、ずっとやってる、俺、あの、スイッチのさ、オンラインフレンドみたいなのをやってんだよ、マジでずっとオンラインでずっとスプラトゥーンやってるの、普通に言ってたから、こいつほんとずっとスプラトゥーンやってんなっていう、あ、好きなんだゲーム、まあ好きやね、任天堂のゲームが、あ、へえ、
ちゃん、ちえちゃんもねスプラトゥーン好きだし、そうですね、 RPG とかだからそういうストーリー系よりかは、うん、まあどっちもやるけど最近やっぱスプラトゥーン出たから、あ、そう、うん、がっつりやってる、しかも時代の最先端を走る人ですからね、さすがだな別にけなしすぎないガチ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 尊敬の話でしょえ、でもゲーム実況とかされないんですか。え、でもそれこそね、何言ってるか分かんないから何言ってるか分かんない。いや、でもゲーム実況だったら腕前がこう上手ければ確かに、もうね、出ちゃうんだね、もう出ちゃうからね、もう城之内の圧倒的な短所があって、こいつ単品であんまり面白く喋れない。そう、え、あ、そうなの。そうなのね、いじられてるじゃん、そう、いじってもらってその伸びるけど、一人になるとね、そう何もできないから、あ、そうなんだ。こいつあとご飯食べるのマジで超綺麗よどういういじり方よそれ、マジで芸術的なの言っちゃうよ、もうめちゃめちゃピーって言っちゃうじゃん。逆に風ちゃんいっけないのよ汚いのよ、俺マジで汚いんだけど、城之内のご飯の食べる綺麗さマジで芸術美よ。ここ真逆なんだ、じゃあ食べ方マジで背筋、いや別に伸びてる、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 俺の皿の米粒残ってないのに風ちゃんの皿みたいな、なんかなんでそんななるんっていうぐらいなんかソース飛び散ってるし、なんならね、なんか最初より増えてんだよゴミが。あ、そう、びっくりするよね、俺のご飯の食べ物、ええなと思ったんですよ、俺綺麗だなと思いながらお互いに背筋ピンって伸ばして、左手にお茶碗持って、右手にお箸持って、あの、まっすぐ前を見てご飯食べるのが超綺麗よ。そう、マジご飯食べてる時、広瀬すずみたいだもん別人じゃん、別人、ご飯食べるのが綺麗な印象は。へぇ、でも俺は島中で教わったから、島中、島次郎、島次じゃなくてもう島次郎が島中俺あの知り合いない島でもお前島中っつったのに通訳も島中って言っちゃってるから、もう島次郎そうそうそう、なるほどね、そうね、え、島次郎がなんつってたの。ご飯は3食べしなよって順番に食べるんだよっつって、幼心を城之内はそれをちゃんと覚えてるんだな。そうそう、何の話だっけ。まあまあ中村クラブさんと YouTuber がね、だからぜひこのラルさんは城之内くんの YouTube もね見ていただければなと思います。どう、はい、何点何点。え、これ、あ、確かにこれ、点数全然やってなかったじゃあまずおじじさんのブックサンタね、うん、この件何点でしょうか。うん、いいよ点数なんてえいいよ、あ、これもういい、いい、点数はいらない。じゃあラルさんのこの中村クラブはもういらない。あ、いらない、もういいよ、みんな100点聞いた人が100点だと思えば100点でいいと思う。おぉそう、さすがさすがYo, yo, yo. この番組ではメールを募集中、抽選でもしかしたらもらえるかも、ノベルティーグッズ、 Yeah! ハイチーズのフォトキャスト、ハイチーズのフォトキャスト、今日の配信でメッセージを紹介したラジオネームラルさんには番組特製ノベルティーグッズレアメタル 2g をお送りします。お別れの時間です。番組では各コーナーへのメッセージを募集しております。メッセージが採用された方の中から抽選で番組のメディグッズレアメタル 2g をプレゼントします。メッセージは番組専用の Google フォームから送ってください。そしてライブ情報のお知らせです。11月13日に東京渋谷デュオ、東京渋谷デュオいや言えて全然言えてマジでデュが言えないのよ。デュね、東京渋谷デュオ、デュオね、東京渋谷デュオミュージックエクスチェンジにてワンマンライブを開催します。題してハイチーズのワンマンショー集まろうぜ渋谷、チケットは E プラスにて好評販売なんなのチケットは E プラスにて好評俺より感じるやん。マジで文章を読むって大変ね。チケットは E プラスにて好評発売中でございます。またワンマンライブまでに行われるライブでは手売りのチケットをご用意しております。次回のライブは10月8日大阪で、栄ホイール違う南ホイール、南ホイール、うん、僕たちの出番は7時でしたね、確か19時7時から、どっかのライブハウスでやりますので、ね、ぜひぜひ東京の方も大阪の方もね、ピポパ星の人も遊びに来てほしいなというふうに思います。詳しくはハイチーズのオフィシャルホームページ、または Twitter、Instagram などをチェックしてください。はい、ということでね、今回のゲストは
僕の城之内くん、僕の城之内くんをね、はい、僕の城之内くん距離物で友達ね、距離物で僕の城之内ですまだやでもね、まだまだこの人の魅力は正直いやでもちょっとまだやったね、まだやれたね、まだやれた、まだやれたね、ちょなんかやってみいや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 おいおい、終わるからもう TikTok だって一発で食べたら本当にやってみよ、なんか伝わんねえんだよ、この画面にどうにかなるからなんねえよ、ちょっと言おうとか言うから、はいどうも、城之内ちゃんの城之内ですもうやめてやめてもう最後に恥ずかしい思いさせてるじゃん、もう。いやでもね、鍛えていかなきゃダメだと思う、今後ね、この険しいね、インターネットという社会の中でね、戦っていくのか戦っていかないのか分かんないけれども、うん、やっぱね、もっとスキルを一緒に身につけていきたいじゃない、うん、ね、個人力をね、そう、なんで個人力、個人のパワー、あ、個人力、個人力、うん、はい介護みたいなちょっと待って、何ていうか分かんない時はあるよね、じゃあありがとうございました、はい、ありがとうございました、お越しいただいて楽しかったです、うん、お届けしたのは高村風太と上野正明でした、そしてゲストのジョンマシでした。